の札幌。味噌ラーメン。本当だ、めっちゃ並んでる。リンゴ飴。お待たせしました。ご注文お願いします。プレーン1個お願いします。カットホールございますが。カットで。はい。会計650円です。はい、すいません。お願いします。どんな感じ？もう想像がつかない。もものお母さんが美味しいから食べてみなきゃいけない。なるほどじゃない。乾杯しよう。乾杯しましょう。いや、開けておこう。はい、持ってる。お願い。乾杯。はい、どう？あー。美味しい？ちゅー。美味しい、美味しい。ゼロ点な答えだったな。黒ビールは？黒ビール美味しい。どんな味？黒ビール。全部飲んでて黒ビール。黒ビールは。どう？どんな味？ちょっと濃い感じがする味は。マイタ見せて。じゃじゃーん。おそろ。ビール飲めないのが残念だな。全然美味しくないビールって。眠くてゆっくり飲まなかった。みんな寝てないから。湿気ないと思ったのにめっちゃ湿気がある。昔は北海道全く湿気がなくて、夏でもめっちゃ過ごしやすかったのに今めっちゃやばい。なんかイテウォン一緒にいた時は3、4回話しかけられてたじゃないですか。いやいや、雲が？そう、なんかあのワンハンみたいな。札幌どうかなって今こう。でも北海道も結構いい。様子見てるけど気づかないかも。あ、逆に。もうさっきなんかドンキでずっと変なおじさんがついてきて、なんかモモが見てたらなんかモモの前通ったり、もうなんかモモが動いたらずっと一緒に動いてずっとついてきて、お母さんのおっさんみたいな。なんかそれドンキあるあるか、X かなんかで俺見たことある。同じ状況の人がいてなんかついてこられて、すごいなんか影から見てきた。そう、ずっとずっと2階までついてきて、なんか言おうかなって思ったけど、めんどくさいから言わなかった。ももクラブ初めてのセイコーマートです。暑い。
があるか。乾杯。お酒のにいっぱいある夜空のジンギスカンっていうところに来ました。オッパはジンギスカンが初めて挑戦します。男梅サワーです。え、隣韓国人だね。隣韓国人。もやしも全部バーって周りにこの下に。美味しそう。今焼いてるのは塩もみ。美味しそう。塩味食べたことない。もういいんじゃね。食べておっぱ。シゲさん顔出ていいの？ほら、めっちゃ綺麗ここ。ジンギスカンだよ。美味しそう。うまい？生臭いとか匂いとかは？匂いあるけど。食べれる？食べれる。反応する。いただきます。もう塩味のジンギスカンマジ初めて。めっちゃ美味しい。柔らか。うまっ。癖あんまない。なんか匂いとかも全然大丈夫。うん、口臭いよと俺らも。違う。すぐ悪口言うけど、最近思ったのが、なんか小学生の男の子って好きな子にちょっかい出すじゃん。意地悪するじゃん。そういう感じだよね。めっちゃ美味しい。食べやすい。地元ではなんかタレについてるジンギスカンしか食べたことなくて、だからなんか札幌でこういうジンギスカンを初めて食べた。タレにつけるみたいな。こっちこっちね、食べ方が違うみたいな。あ、でもそうかも。なんかジンギスカンの鍋とかは使わないかも。お色はなしでーす。もらったもんじゃん。え、味噌めっちゃうまい。本当に美味しい。ビールのランキングつけて。今日初めて札幌クラシック飲んだので。1位は？アサヒ。スーパードライ。2位は？サントリー。これ3位。キリンと同じくらいか。そんな味違うんだ全部。札幌は炭酸が多い。ああ、そうかもしれない。言われてる。飲んでみたい。ダメ。小学生。小学生だ。ずっと言われるよこれ。札幌どんな感じ？東京出たらどこに出るとかある？ここはまあ。生ラム。もう味噌つけました。どう？何つけた？何もつけてない。え、味する？そう。うまくない。うまくない？めっちゃ美味しい。うん、なんか牛肉？牛肉味。うん、どうやって？バターと塩辛一緒に。おいしいでしょ？明太じゃね？違う、塩辛。うまっ。うまっ。じゃがバター。全然痛め。美味しい。芋さっきさ、なんかたぬき工事で桃のこと見たって DM 来た。え、そうそう、うん、女の子から。
little disappointed.